尿素水200万リットルが15日までに市中に供給される。また、買い占め売り惜しみなど尿素水の取り締まりも厳しくなる。物流対乱が憂慮される中、韓国政府が緊急対策を用意した。韓国政府は14日、政府ソウル庁舎で企画財政部のイオボン第1次官の主催で第7回尿素水需給関連省庁合同対応会議を開き、このような供給取り締まりの結果について議論した。政府の点検結果によると、生産業者は現場点検の過程で確認された車両用尿素700トンで200万リットルの尿素水を生産中だ。今月13日まで37箇所に8万2000リットルの尿素水が出荷された。15日に追加で30箇所余りのガソリンスタンドに尿素水が供給される。15日までに尿素水180万リットルを100箇所のガソリンスタンドに供給し、生産量が確保され次第、供給するガソリンスタンドを拡大することにした。残りの20万リットルは、バス、特殊旅客、交通弱者支援車両など公共用として使用するために、広域自治体ごとの19箇所の車庫に供給された。チェジュ、ソウル、プサン、キャンジュ、カンウォン、セジョンなど12箇所の市道はこれを配分した。このように尿素水が行き渡れば、年末の公共交通対乱の憂慮は解消される見通しだ。